こんばんは。やばい、塗りくっついてる。今日のりでくっつけたからさ、袖を剥がしたの。どうしよう。シゴ、うわあ。あ、ストロー見つかってません。はい、ストローは見つかってないんですよ。消えました。結果消えましたね。なかった。なんでだろう。わかんないですけど、なくなりました。全然なヒポヒとして。ありがとう。たくさんみんな画像を作ってくれてて、すごかった。見たよ。本当にありがとうございます。ガチですごかった。ありがとう。すごい見ました。本当にありがとうね。お疲れ様。お疲れ様。これは部屋着です。すごかった。なんか朝見てた。なんか多分12時ピッタにやってくれたりとか、すごい本当に上手ね、みんな上手ね。ストローなかったよ。ガチでなかった。悲しい、悲しみが深い。怖いよね。でもやばいやばい、静かにしなさい、静かにして、静かにして。楽天って言わないで。でも作業ね、下でしてるんですよ。ごめんよ。どっちにしようかしら。こっちかな。あのさ、花粉ってさ、乳酸菌いいのかな。朝ね、なんかコンビニに売ってたなんかハウスダスト、花粉って書いてあったかな、のなんか目鼻に効く飲むヨーグルトがね売ってまして、それを飲んだんですよ。そしたら朝ね、よかった。いつもね、ズル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 ってなるんですけども、何の買ったんだよ。なんでだろう。めっちゃ良かった。ヨーグルトいいんだ。え、じゃあ明日も買ってみようかな。めっちゃ良かった。とってもとっても良かったんですよね。
ちょっと鼻水出てるけどさ、出てるけどさ、かゆい。胃腸に関係してるから整える意味でいいと思う。そうなんですか。初めてすごいなまった。初めて知りました。え、そうなんだ。ありがとうございます、教えてくれて。気になる。チョコのカカオポリフェノールもいいの。ほんと、そんなの買っちゃうんですけど。そんなの買っちゃうよ。そんなの買っちゃうよ。花粉に効くお茶を教えてもらったような名前忘れたけど、一番大事、そこ一番大事だよ。一番大事じゃん、そこねえ、かほちゃん一番大事だよ。そのどこが一番辛い、まあ、鼻ですね。あ、まあ、目は敵、たまに喉、鼻でひどすぎのたまに喉です。なんだよね。配信チケット、何の配信チケット、へえ、配信夜だけやるんだって。え、そういうことだよね。3月2日開演6時半。へえ、夜だけ配信するんだ。なんで昼もやりなさいよ。加湿器使ってないんですよ。現地でミルンゴ、ミルンゴ、ミルンゴ。武蔵の夜は何かある、わかんない、わかりません。今のところ私たちは何も聞いてない気がする。なんだろうね。喉やられます、全然花粉で咳とか出るし。ユニバーライブ今日楽しみ、楽しみ、私も本当にそれモチベ。です。日曜日お話し会ありがとうございました。ありがとうございました。え、モッピー会えないと思う、多分。すごい、めっちゃ猫を集めてくれてる人がいるやん。そうじゃ、猫があったね。猫やったな、そういえば。やばい、そうやったな。どこだ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 、あれ、こんな前だったっけ。てかめっちゃ今日寒くないですか。
めちゃめちゃに寒いですよね今日。寒い、震えながら帰ってった。震えながら登ってけ、愛と冷たい水の中を、戦わない奴ら、あ、違うね、ルル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 ルさ、あのビッグのさ猫ちゃん、ビッグメイド猫ちゃんってそのいつやったっけ、こんな前、え、そんな前だっけ、 10月とか、雪降る、なんか実家ね、めっちゃ雪がすごくあった、積もってた、送られてきたやつがそうでした。はあ、あれ消したことないんだけど、消したってことはない、え、私いつやったっけ、猫やったやつ、ウィッグの覚えてます、何月やったって、え、私消したっけ、消した気もしてきたわ、あれれ、やばいかも、やばいな、いつだった、そうそう、ボブの猫ちゃん、ボブの猫ちゃんっていつだったっけ、探しても探しても見つからない、ボブの猫ちゃんっていつやったんだっけ、もう写真ありすぎてさ、探すの超大変なんですよね。あれあれれれれ、10月21、 Thank you very much ってことは私消したかも、10月21、うん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 、あったー、ありがとう、めちゃくちゃ感謝、感謝感激なんですけど、ありがとう、どうにしようかな、え、てかどれの写真のせないか分かんなかった、ちょっと、あ、じゃじゃじゃあ、じゃじゃじゃあ、じゃあじゃあ、待って待って待って、落ち着いて行こうね、この写真あげてないんじゃない、私、あげてないよ、いいじゃんいいじゃんやばい、絶対独り言喋ってるよね、いいじゃんいいじゃん、私一人でもずっとにさ、ずっと喋ってるんですよね、やばいよね、独り言ずーっと喋ってる、ゆれ、にゃー、揺れる髪を見つめてる、君の目はすでにあと、あとちょっと好きになって、ちょっとあざといくらいがいいでしょ、まだだ、ない、
仕事終わった。終わりました。4日で爆誕記念なので、さらに私にサナーツをください。おめちゃん爆誕。枝豆から生まれたおまめちゃんですよね。おまめまめまめおまめまめ。一豆二豆三豆。おまめまめ。おまめまめ。4日後だから23、24、25、26、26日が生まれってこと？26生まれってことかな。26。お豆豆、見えない。お豆豆2024、2月26、爆誕おめでとう。大きく育たないと枝豆にするぞ。おめでとう。枝豆にしちゃうからね。お豆ちゃんタワーありがとう。豆爆誕。はい、枝豆にしちゃうんだから。ありがとう。かわいい。なにこれ、編みぐるみ？編みぐるみたちだ。超かわいい。ありがとう。誰がいるんだろう。誰がいるの？猫、猿、うさぎ、ペンギン、カエル、ゾウ。おお、カエルかわいい。猫もかわいい。かわいい。今回かわいいギフトがあります。福島からお米積んできたよ。重かったでしょ。コシヒカリ食べられるなら本能でしょ。いいの、私の胃の中にいいの、いいのかい。ありがとう。初めてだよ、初めてだよ。福島県、なんかさ、この前台湾話会でもさ、福島のお米食べてますって言ってる方がいらっしゃって、あら、ありがとうございます。ありがとうございます。
ハーゲンニャッツだって、かわいい。ハーゲンニャッツかわいいですね。え、コシヒカリ13トン分一人で大型トラックに乗って静岡向かってる。お疲れ様です。疲れ様だそれは。ツンツンタイム見てくれた？はい、やばい。最近2歳のいとこがソナツを覚えました。かわいい。なんで？どうやって？サナってツンツンって覚えた？なんて覚えましたか？ツンツンの日に運転免許取ってきた。おお、いいな運転。あ、見た、マイボイス。てか、なんかリカリカが乗せる前になんかゆうちゃんさんからそのボイスでなんかかかりつけてあったから、何事と思ったら写真見せると、これサナツンって言います。嬉しい。今日から新しくエクサック作ったの。これ作ったの？私、ゆうちゃんさんのツイートめっちゃなんか流れてくる。おすすめに流れてくるイメージある。くしみ出るよ。へっ、きゃあ、鼻かみたい。くしゃみひどいぜ。あっ、へっ、きゃあ、つらい。それ流れてくるよね。最近インスタのもろはし、さなはし、つながしぼろさん写真刺さった。え、どれどれの写真ですか？あ、鼻詰まり弱い。鼻が赤くなっちゃった。こんばんは、久々に来れた。あ、れいな、やっほー。そのちゃん、そのボイスを星だと思ってる。なんだろう、星なんだろう、星雨だったけど、つらい、やばい。あ、そうそうだよ、みんなだから気楽にやってくれ。気楽にやっていいよ。なんか自分も流れてくる。ショールームの切り抜きとか、ほぼし切り抜きが流れてくる。サナちゃんも、あ、つじまりちゃんだ、やっほー。カチューシャのやつ、あー、嬉しい。早いですか？
わいい、ありがとう。本当？みんなも早く、私はこういうこうやってやるやつとトトトトトトを掛け合わせてやってるんですよ。みんなはどうやってますか？あお！待て待て。お！お、お、お、届いてんのか。あ、はいはい、わかりましたよ。配信してなくてもそれくらいしない。いやいや、こんなには喋ってないよ、さすがに。さすがにこんなには喋ってないよ。やばいでしょ、こんなに喋ってたらね。やばい人でしょ、それは。あ！タクヤだ！タクヤー！ありがとう。じゃあ拓哉に洗濯機を与えよう。見えない黄色で書くか普通のペンで書くか、どっちがいいですか？どっちがいいですか？うん、洗濯できるよ。うちでもいいよ。どっちかな？どっちかな？どっちかな？黄色がアイデンティティってまであるし、黄色で。オッケー。任せて任せてね、行くよ。だってこれマジで使わないんだよ。マジで使わないの、このやつ。てかさ、いつからさ、拓哉のさやつは黄色で描くって決めたんだっけ？黄色で描くの佐野ちゃんくらいだよ。佐野くらいでも、いや佐野も拓哉ぐらいだよ本当に。わ、見えない、本当に。私でも見えないんだけど、勘で描きますね。はい、洗濯が終わりました、ありがとうございます。やばい、これはなんか前より見なかった。ん？星 C 1個目のタイワーから切るだけ。何？星 C って何？やばい、もうやばいかもしれない。うわ、あ、見えた見えた。ちょっと待って、見えるかも見えるかも。見えるんじゃない？どうよどうよ。タクヤ頑張って、目を凝らして、アップにするわ。あ、見えた、見て見て、見えたよ。皆さんも視力検査です。タクヤ対面来てくれて、嬉しかった。ずっと好きでいてね。2月22日。あ、ツンツンって書くの忘れた。でもツン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 見えない。ありがとう。こうやったらなー、もう見えなくなっちゃった、見えなくなっちゃった。絶対好きでいてね、たくやくん。嬉しかったよ、来てくれて。みんな目が痛い。嬉しかった本当に。たくやまる、ありがとう。たわみんなの視力検査になりました。白内障にず、ちょっとちょっと。サナちゃんが可愛すぎて電車で発狂した。嘘だよ、だって電車で発狂する人なんていないもん。
実はそのつの同じ誕生日です。有明最終日当たりました。うん、アイシールしたら前よりよく見える気がし、あ、アイシールしたの？どうだった？いい感じ？お仕事終わりました。ぜいぜいお疲れ様、お疲れ。あー、そうなんだ。目バチバチに良くなりました。おー、やっぱやる人いるもんね、 ICL。 かわいい、ありがとう、嬉しい。え、待って、かわいい、今月のギフト何これ、アミアミが、アミアミなのかな、めっちゃかわいい、クマの編みぐるみみたいな。ありがとう、タッツークマ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 、ありがとう、嬉しい、超かわいい。いや、サナツの推しになれそうです。嬉しい。推しになれますかね。まことさんの推しになれますか。首立ちです。いいね。じゃあ首立ちさんって書こう。でもすごいよね。本当初期の頃からさ、タッツはね応援してくれてるけど、まあ、初期の頃もすごい筋肉すごかったけど、本当に最近めっちゃびっくりする。特にオンラインだから、ずっとオンラインで話してたじゃん、さんたち。だから、オンラインではあんま気づかなかったけど、対面で見たらもう本当にすごくて、筋肉が。びっくりよ、本当に。あみあみちゃんはどうやって描けばいいんだろう、難しい。あみあみちゃん描けないタッツのじゃあ似顔絵を描きます。そうだ、描くね。この前描いたやつより上手に描くんだから。だからそんなたちさ、似顔絵、似顔絵、似顔絵会みたいなやつやってたのすごくない？待って、首の太さ間違った、もっと太かった。もう一回描こうっともう一回描く、これは忠実に描かないといけないんだ。あ、よかった。まずじゃあこれだけ見せよう。あ、じゃあこの顔面の中に描こうね。これは普通の初期のタッツ、これは初期のタッツ。うん、これね、ちょっと初期立つです。はい、初期立つ、ありがとう、首立つ。ちょっと待ってて、ちょっと待ってて。で、顔がちっちゃいんだよ、立つは顔がね、ちっちゃいのよ。で、顔より太いってどうやって描けばいいの？あ、え、待って、似てるかもしれない、やばい。え、待って、似てるわ、これは。髪の毛、髪の毛できました。
これです。ちょっと似てると思うんですけど、私似てるんじゃないですか。どうですか、ほら似てるって、似てるってよみんな。これです、ほら似てるってよみんな。この太さ多分忠実に再現されてると思う。すごい、首の肩って言われてる。うまいって、見て。じゃあこれからこれが LINE の LINE じゃないんだっけ、 Twitter じゃない、X のアイコン、はい、これ X のアイコン用にしな、これスクショしときな、これこれ超似てると思うんだけど、私的にどう、力作だと思うね。えみんな褒めてくれてる、特徴掴んでます、特徴掴みました、さすがですわ。いいんだよこれを LINE アイコンでもいいんだよ、別にいいんですよ LINE アイコンでも。天才いたでしょ、そう顔よりね太いの、採用します、やった、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。オンライン初めて3枚を2回撮ってみました。みりんさんどうもありがとう、嬉しい、楽しみにお待ちしております。5月に対面初めましてします、ありがとう、ありがとうだって。ありがとう、めっちゃ嬉しい、楽しみにしてる。あ、つじまりちゃんありがとう、書くね、なんか久しぶりな気がする。つじまりちゃんどうよ、どうよどうよ、どうよなんだよ。久しぶりじゃないですか、私からもタワー対面会いたかっただろうね。え、そう、私もね、辻まりちゃんとね、辻まりキッズのね、あのね探してたんだ、面影を探しておりました。でも思い出できた、二人ありがとうね、こちらこそ。可愛かったな、ショールームの時間いつも寝かしつけで見れてなくてやっと来れたよ。え、じゃあ今寝てるのかな、めいちゃん。そっか、確かに、だから久しぶりに感じたのかな。思い出できた？嬉しい。じゃん。オンラインお話し会は宝物グリー歌わせていただきました。マジで可愛かった、本当に可愛かったよ。辻まりちゃんこれからも3人の思い出増やすので大好き、ありがとう、ありがとう。そうなんだよ、本当に逆にすごくしようって歌ってくれたの最高だよ。もうガロクしたかったもんね。ガロクしたいぐらい超可愛かった。約束し、でも上手なの、本当に上手。あのね、多分今ちっちゃいからこう言葉とかは難しいからだけど、多分ね第二のののかちゃんみたいになると思うよ、本当にガチで上手だった。
お世辞抜きで、もう辻舞ちゃんの血をね、多分それは受け継いでるからだと思うんだけど、本当に上手すぎてびっくりした。音感すごかったよ。すご、癒しだよね。今度アリーナ席用意しておくね。あん、嬉しい。本当にちっちゃい頃歌どうだったんだろう、覚えてないな。ちっちゃい頃私歌はどうだったんだろう。歌はね、うまくなかったと思うんだよね、ほんと。大人になって歌えるようになった気がする。上手じゃなかった。ホームビデオ見たことあるんだけど、マジで上手じゃなかったんだよね。大丈夫そうって感じ。大丈夫、大丈夫じゃない。助けてください、助けてくださいよ。全然大丈夫じゃありません。助けてください、誰か助けてもらっていいですか。メッシュさん、メッシュさん、メッシュさん、メッシュさんのやつ見た気がするんだけど、あれ、メッシュさん、メッシュさん、メッシュさん、あ、見た見た見た。え、メッシュになってる。メッシュじゃなかったっけ。メッシュになってる。サナさんを苦しめる花粉許せ。そうだよ、花粉が鼻に入ってきてるからね。ありがとう、しずてぃ。新潟、あ、ガタティーなのね、じゃあ今。ガタティーなんだ。ありがとう。お花を取って洗えばね、目とかもすごく思う。目が痒くなった時とか、もう目玉を取り出して洗いたいって、すごい何回も思うよ。思いません？皆さんは思いません？まあでも目洗うやつあるじゃないですか、アイボンとか。あれでもね、ちょっとね、いいよね。ねえ、わかる。なんかサナボイス、じゃあサナツンタイムにも書いたんだけど、私もうほんと今年、なんか今年こそ大きな花粉です、ひどい花粉ですみたいなさ、言われてるよね。え、無縁なんだ。私杉もヒノキ、ヒノキもある気がする。うん、かわいい。ロイさん、3月2日初ライブ行きます、何準備しておいたらいいですかみたいな感じだよね。うん、ペンライト、グッズ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 です。やっぱりグッズなん、グッズはね、思い出だから、後から見てこう、あ、これの時こういうライブだったよな、何々ちゃんこうだったよなって思い出せるものなので、グッズと、あとは、うん、まあ、グッズ持てば、まあペンライトとグッズ持ってくれたらもういいんじゃないですかね。初めての人とかはそういう感じじゃない？
花しか見えない眼球。本当？本当？本当？あ、見て、てかね、あのね、私のクレヨンしんちゃんのねグッズがね増えたんですよ。どうもしてきた。見て、応援隊なの。超可愛くない？こっちに双眼鏡を持って、こっちにペンライト持ってるの、超可愛くないですか？これが風間くんね、これ新キャラ、新新しいやつで、これがまあそう、一個もね今被ってないの。でもさ、さ、何回引いてもさ、何回引いてもっていうか、どのガチャ引いてもさ、ねねちゃんだけ出ないんだけど、ねねだけいないんですよ。じゃん、これは風間くん、ボード持ってる、かわいい。と、あれ、ボーはどこ行った？あとはボーちゃん、あったんですよね。見つけたから、今日も見つけたから。これはボーちゃん、ボーちゃんとマサは一緒かな、一緒のボード持ってる。こんな感じ。しんちゃん弾きたかったんだけど出なかったけど、1日2回って決めてるから、これかわいい、かわいい、かわいい。マサは出ない。私マサオと風間くんめっちゃ出る、まあ、坊ちゃんもめっちゃ出る、しんちゃんとねねちゃんが出ない。これをまた飾ります。うん、あれ、はまんない。でででで、うん、こっちか。ああ、 Oh my god、うん、あれ来た、よいしょ、ふっ、 OK。 あ、シホンヌ、シホンヌタワーありがとう、かわいい、かわいいタワーありがとう、嬉しい。メロンパンなの、久しぶりにやった。メロンパンナちゃんのモノマネ、シホンヌの前でね、やったんだよね。メロンパンナのメロンメロンパンチ。そういえば楽屋の伸びる赤ちゃん、え、10体まだい、なんかね、何体か揃ってないらしいんだけどね、どうなんだろうか。サナツもすでに会いたい、会いたい、それな、ガチそれな、私も会いたい。毎日会ってた、愛の言葉言えなくなって、あ、もっと早く言いたかった。かわいい。テレテテレテレテテ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 、やっと会えるね、久しぶりの花の便りよ。メロンパンダちゃんってどうやって書くんだろう。メロンパンナ、メロンランナじゃない、ペンナじゃない。わっ、
むずかっためっちゃむずかった。ちょっと待って調べ、もう一回調べよう。あ、こう動いてる。はい、書いております。こうでしょ、まずね。で、あ、こういう感じで、これ一色で描けないやつじゃん。緑を用意して、できます。じゃーん。シホンヌちゃんありがとう。メロンパンなのメロメロパンって、どうですか、ちょっと見て。見える？なんか違うよねこれ。なんか違うんだけど、まあ色合い的にはメロンパンナちゃんかなーみたいな。どう？うまい？上手？上手ですか？声が出ない。上手？やった！いや見ながらカンニングしたから、想像で書いたらね書けないんだけど。イエイ！やった！ありがとう！タワーありがとうね、シオンヌちゃん。上手？あ、いい子にしたい。いいよ。どうだい？また弾いた方がいいかな。アイコンにしてね。はい、どうぞ。今日で皆さんのアイコン変わってきますね、どんどん。やった、やったね。やりましたよ。ありがとう。私もアイコンをかけたかった。そうだよ。でもじゃあお豆ちゃんはこれだから。お豆ちゃんこれ。これお豆ちゃん。これお豆ちゃんだよ。お豆。ニツブツンツンだからいいの、いいの。
辻まりちゃん、辻まりちゃんは、あ、これ辻まりちゃんはこれ似てるからめいちゃんに、これかわいい、マジ似てるよね。これがねピンクじゃなくて緑だったら最高だった。ゲーミング、あ、皆さん公開収録来てくれますか。サナーとひとみとはなちゃんの会があるんだけど、マジでゲームできないんだよ本当に。公開収録、誰か公開収録来るって言ってたの、誰だっけな、投げ忘れました。なんでよ、サナが頑張るとこ見てくれないの。ゲームマジで得意じゃないんですよ、本当にできなさすぎて。私マジでできん、ゲーミング行くよ、私もゲームできないから。そうなの、初心者ならではの私はあの立場で頑張りたいと思います。熱波ってから微妙なんだよね、来て、熱波終わったらすぐに来て。ショコとのやつ載せよ、ストーリー。でもチピチピチャパチャパが、あ、音楽でできんのか、これだ、あ、どれだっけ、ハッピーハッピーなのか。え、猫がさこうやってるのってさ、チピチピチャパチャパだっけ、ハッピーハッピーターターだっけ、どっちだっけ、ハッピーの方か。 OK、 ありがとう。え、じゃあインスタにね、インスタにあったの、ハッピーハッピーハッピーが、ハッピーハッピーハッピーキャットソングってやつがなったんですよ、ちょうどノロノロの衣装で。そう、今流行ってる。私はなんか皆さんがなんか作るじゃないですか、あのヤギのブルド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 みたいなやつのなんかやつ見るのすごい好き。 TikTok であのハッピーハッピーハッピーとかチピチピチャパチャパとかはぁみたいなやつ、ヤギがブル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 って言って、でそんでこっちがはぁっていう目してる猫、はあが好きです。やめてよサナミーム、サナミームそう、私ヤギうまいね、似てる、顔も似てる、マジでこの顔だよね、はぁ、あ、っていう顔がこれなの、マジでおもろい、それ見るの大好き。ハッピー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 、楽しそう。そしたら今度ミルテンのが流れてきたんだけど、ミルテンのハッピーハッピー流れてきたんだけど、
流れてきやがったの、ウィルちゃんが。ミーム界でいっちゃん声、いや本当だよ。だから声が似てるんだよね、あのあーみたいなやつの声がめっちゃ似てるんですよ。似てる似てる。そう、頭抱えるやつの声が似てるの、めっちゃね、声似てると思った。ななななな な, な君はこっち見るでしょ、あざとすぎるけど、おしゅうしょるに人話し込み向こう。なんか最近頑張ってるよね、 TikTok。 リサが TikTok 警察なんですよ。ちゃんとね、リサが「サナチュ最近 TikTok 撮ってないよね」って言ってくれるから、撮らなきゃ、撮らなきゃってなります。リサとかキアラは TikTok が上手だから、上手な子が撮ればいいんじゃないって思う。そうなん、上手な子が撮ればいいんだよ。ない、私ない、やってみたい音源ない、ない、ない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 。ちょっと言うすぎ、うげしい。ストロー、みんなストローの行方気になってるんですけど、ストローは実は見つかってないんですよ。本当に怖いですよね、摩訶不思議。何回だからもう証拠映像を見てるんですね今。警察のさ、ドラマみたいにさ、何回も巻き戻して画録してくれてた人がいたから、それに見てたんだよ。何回もこうやって画録を何回も、ここで飛んだんだ、ここで飛んだんだと思っても見つからないんですよ。あれでれで。スナちゃんがおすすめしてた香水買ったよ。何？なんだろ、どれだろ。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 てててててて。意外とあっさり見つかる。本当？本当ですか？だといいんだけどね。いいんだけどね。そのつの切り抜き好き？いや、面白く編集してくれてるんだよ。切り抜きさんが、あ、ねえ、こう。ゆうちゃん、え、ゆうちゃんってあのゆうちゃんですか？私の知ってるゆうちゃんかしらね。あ、ゆうちゃんお世話になってます。実はちょっとサナのX の方にゆうちゃんが流れてきてまして、結構流れてきてるんですよ、ゆうちゃん。なんかいつも翔子の髪子とかも見てますし、翔子のショールームとかも見てますよ。ありがとう猫ちゃん。あとマイボイス、なんだっけ、ニャンボイスイズフォーユーじゃなくて、なんだっけ、見た、ハムノイズか、ハムノイズフォーユー
見ましたよ、聖地巡礼。かわいい、恥ずかしいです。なんで、嬉しかった。見たよ、サウナボイスで、サウナボイスで見たよ。あざす、素敵な MV、あざす。あージョー・マローンの、うん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 、いい匂いだよね、あれ。めちゃくちゃ跳ねてました。ね、いいな。私も晴れてる時にね行きたい、沖縄。梅雨の季節だったからさ、あのツアーの時、沖縄ファイナルの沖縄とか MV が梅雨だったからね、もう全然湿気湿気湿気だった。もう一回あれやりたい、バナナボート、バナナボート見たい、見たいじゃない、間違った、やりたい。サナツンのソロコンさっき見てた、ありがとうメイちゃん、ありがとう、ありがとう、嬉しい。あー神秘的、おーありがとう。今はもう違う香水使ってる。私はね毎日違う香水を使ってて、ミュウミュウと、さっきはミュウミュウ、イヴ・サンローラン、シャネルのチャンスとからへんを使って、あのいい女みたいに、今日もイオリにいい匂いって言われました。そう、毎日違うんだよね。長野、長野何ありますか。長野は何があるんだか。宮古島行きたい。マリンスポーツはもう一回あのバナナボート系やりたい。超楽しかった。はおすすめあったら教えて。うん。でもやっぱシャネルのチャンスは持ちが長い、すごい持続するからいい匂い。ラストノートまでちゃんと香ります。淡い香り、熱い体温に溶けて君がいる。あ、シュノーケルはね、水泳習ってたから、うん、まあできそう。浜の声でボートですかい。ファインできて分かる。ツアーで行ってみたい場所、海外。今日も歌いますか。歌うと思う。今日の前髪好き、これマイカちゃんが切ってくれたの。それ今日マイカに言ったらさ、じゃあこれからも切るねって言ってくれたから。失敗したらマイカのせいだから。失敗したらマイカのせいだよ。あ、温泉、温泉大好きです。温泉大好き、温泉は本当に好き、行きたい、もう全国の温泉行きたいです。全国の温泉行きたい。沖縄に住んでんの？沖縄いいな。今寒い？沖縄。草津温泉行ったことある。草津温泉はね群馬県だよね。ママと旅行で行ったことある。あ、水おいしい。水おいしい。あ、温泉地ツアーしたい。ライブで疲れた、凝り固まった体を温泉で癒します。イコラブはね、なんか温泉とかお風呂が好きなメンバーがいるんだけど、いつもね、まあ、予定があればそのメンバーとかでいつもお風呂入ってる。うん、そうなの。お風呂好きメンバーがいるんですけど、お風呂っていうか温泉とかサウナとかが好き。この前も、キアラとイオリとハナちゃんとひとみと入った5人で。あ、そうそう、ドッキリグランプリもサウナで見てた。でもあれね、ちょっとドッキリグランプリとかそのメンバーが出てるテレビは絶対にサウナでは見てはいけないと思いました。
なんかもう不安で整えないのよ。なんかこう見てて、こう見てるじゃん。で、あれこれは瞳出ないな、出ないなと思って、あ、水風呂入んなきゃって思って、水風呂入ってます。え、どうしよう、今の今のこうやってる間に出てたらどうしようって思って、外気浴で整えじゃないですか。整った時も、え、待って、どうしよう、出てたらどうしようって思って、整えないんだよ本当に。でサウナ入って、終わりやった終わりやったみたいな感じだから、本当にあおすすめしませんよ。皆さんもサウナで見ない方がいいと思います。気をつけてください。あ、ねえ聞いて、私熱波したよ。そういえばなんかスチームサウナだったの、そこが。だから全然暑くならなくて、サナたちしかいなかったから、なんかオーダーリンでなんかやってたらしい。サナが温泉入ってた時はなんかキアとかがこうこうやってオーダーリンのタオルで、オーダーリンでなんかタオル回して熱くしてたらしくて、私もこうみんなに熱波しました。こうやってそれ本当に熱くてよかった。あ、攪拌と言います。なるほどね。わー、サウナ入りたい、マジでサウナ入りたい。でも私気づきました、スチームサウナよりやっぱドライサウナの方が好きかも。好きかも。あとはね、サウナ好きなお友達がいるんですけど、その人と絶対もうちょっと暑くなったら自然の中のサウナ入ろうねって約束してます。入ろうね。え、25度、わ、いいねいいね。本当に私も最近サウナ好きになって水風呂ハマってる。いいよねいいよね、本当にサウナって本当にすっきりするんですよね。頭も心も体もシャキすっきりってなりますから。そう、冬の方が外気浴、そうなんや、夏ってね暑いからね、そもそもが。そうなんよね。絶対に入ろうね、決めてますから。沖縄行きたい、普通に旅行で行きたいの、旅行で行きたい。ガマ浴もいい、ガマ浴いいよな。ガマ浴、ガマ浴で漫画読みたい。君の時読みたい。カラオケするかするか。何歌おうかな今日は。何歌おうかな。猫っぽい曲、あ、ポイズンガール。でもないんですよ、ポイズンガール。思わせぶりっ子、猫っぽい、猫っぽい思わせぶりっ子って。いや、猫っぽい曲お姫様にしてよ。シュキピジャンキー、手遅れ、夏まとぺ、ビーセルフィッシュ。え、なんなの猫っぽい曲、可愛い曲、なんだと思います。あ、猫耳だから。あ、なるほどね。やだ私に決めて君の隣さ、うあらららねね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 ね。そっか、猫耳。
チューする？私に決めて君の隣さ、うよそびは結構金一番が欲しいの。 SNS のその子、それってディアディティなの。小さいあったら私がいいんじゃない。スパイシーよりも甘い、結局私でしょ。思わせぶりか、好きかも。チュチュチュってして、チュチュチュがいい。愛をぎゅっと絞って、フレッシュなラブポーションだって。チュチュチュじゃなきゃ、チュチュキュじゃいいや。ヒロインの登場で君はやっとヒーローになる。この愛情に思わせ、無理なの私じゃなくて君、君は君のままで、私私のまま。温度は熱々、幸せになろうよ。優しいねよりも可愛いがいい、好き。こんなに思ってるの私だけかな。やだよ。キュキュキュってして、女の子とウサギは孤独でも生きられるのだけど、キュキュキュってずっと、キュキュチュもずっと。私を逃したなら君は一生後悔するわ。私が作る、愛は君が作ってね。だからもっともっと求めて、すごくすごく愛して、ちょっとぶりっ子だけど、それ以上に繊細です。だからチュチュチュじゃなきゃ、チュチュキュでもいい。ヒロインの登場で映画館は拍手の嵐。キュキュ。あとなんか猫っぽい曲だったっけ。ポイズンガール入れてほしいんだよね、そろそろ。ハッピーハッピーハッピー、ポイズンガール入れてほしいよ。何にしようかしらね。ポイズン聞きたい、わかる。スイーティストガールもないのよ。ないんですよね。ポイズンない。ポイズン、ポイズン、チャ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 。バレンタインもめっちゃ過ぎてるじゃん。もうめっちゃ過ぎてるし、チョコメロ歌ったよ。見てないの？みゃみゃーなななな。
Picture drawing cutie kitty come to have a juicy crazy ballet demo he is not over PIC 私あの早口訴えないんですけど、じゃあそこは皆さん歌ってください。ワン、ツー、ワン、マーニャン、ウィギン、スリー、フォー、シュラン、ちょっと歌えない気がしてきた。ちょっと無理、無理かも、ちょっと、無理かもあー、頑張ろう、みんな頑張ろう、一緒に、共同作業。マーニャン、ウィギン、スリー、フォー、今、シンカナー、ゲリン。P.I.C. ちょっとこれ、一人で歌えたくない？例えば明日世界が消えて全ての記憶なくなるとする、それでも君は大切に今日を抱きしめる、今飛び出すチャンスってこと、その心は風も通さないマテリア、人の目塗りつぶして過ごせばいい、Keep on You. 大人のせいも言わないで、全部自分で決めたんでしょう。 I need a PIC だって You got me PIC I get toI see 無機質空間閉じ込められ、サイボーグとここで共存する、ただか僕ら指刺されなく叫ぶ、無傷球弾するアウサイダー、そうその目に意志と希望を感じる、一緒に抜け出して楽園まで Baby don't stop me you逃げればもう終われるけど I'll be, I'll be, I'll see 覚えてないよ。難しいね、もういやだから超孤独ライオンは歌えないから、もうね、もうでもカラオケで歌うと超楽しい。じゃあ孤独ライオンやろう。あれなんだっけ、ニャリージュイ、私が思う、これさ、私が歌うともうさ、ネタみたいになっちゃってるからさ、
ねえ、あーちょい、もう、え、いつ？はいつくばってこっち見る気は You won't be me はい僕自体はそこだけ静かすんで Look out of that それじゃ届かないちょっと待って、待って、待って、待って魂で叫べそこで立ち止まってたって誰も助けてくれないよ自分で立ち上がってそっから綺麗な花探しや手の時に先ひとり苦しんでさ他人虫は湧き色を追って思ってな手つかんだのには気持ちのいいもんでしょ裏切りも気づかそうなせたってない結果は君だけで決めて止まれは君が鳴らせ駆け引きも好きにすればいいよかっこよすぎだってば優勝者は君待って優勝者になっちゃったあっ私に誓え倒れたって続くのにね何もなれなかったそうでしょ恥ずかしくないよ愛愛愛愛魂で叫べ他人の恋愛に感動したって何にも変わらへんよそこで何しとうとちょうどで待っとうよ待ってるもう接触もないやめときなよいらないですそんな甘えは邪魔ちゃけどふてく甘い声すべてを払いのけろ誘惑も排除してゆけ超最強ライオン君はその爪を解いて勝つ感覚に植え野生の動物は希望を向きつく見つく今こそ戦い勝者は君まだ勝てないよなんだっけ夢のなんだっけまだセリフある？違うっけこれ。あ、血の味がしたシャウト、風が切り裂き空に散る。それでも生きる、生きる、生きる。悪役になってもいい、すべてを壊そう。退屈まで笑わせんだよロデは気持ちのいいもんでしょ裏切りも許可も探し立てない超孤独ライオン結果は君だけで決めてファンファレは君が鳴らせ駆け引きも強がりも好きにすればいいよかっこよすぎだってばだって勝者は君だけね難しくないこれ難しいんですけどいや難しいんですけどちょっと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 私もその聞いてないっていうのもあるんだけどでもこれカラオケで歌うと超楽しいよねかけてたのね、めちゃめちゃ楽しいからこれオードラビュンと飛んだけなな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 
でで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 でミルナニって猫あるっけ？え、そうだっけ？あ、にゃー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 か。これ歌いたい。みんな覚えてる？もうこの曲。
絶対みんなもうこれを歌うとは思ってないだろう曲を歌いたいと思います。いくよ。愛が勝つ夢が勝つんだ理想を称えよう愛の地削ってね、みんな覚えてないでしょもう。意外に好きなんよねこの曲。そろそろライブで聴きたいね、わかる。抱きたいか君は逃げたいか僕はやりたいことをやるさ。掴みたい夢を掴むとき君が見届けるんだ。大都会の空が黒く重たくてそんな時いつも聞こえてくるよ僕たちの歌が。 Yeah! 愛が勝つ夢が勝つんだ理想を称えよう命削って歌下向かない拳上げろ君の味方だよ描き出すんだ Happy Yes 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 懐かしい。いつからかみんな流されて希望なくしかけてる時代変わらない夢もアップデート。君が叶える番だ。大舞台に負けない弱音吐きたくない。そんな時だから高鳴ってるよ僕たちの胸が。 Yes! もう一度立ち上がるんだ不器用に叫べ。ああ夢に誓って歌え。振り返らない答えさえない。それでも探すんだ。ああ掴み取るんだ。難しい。間違うことに厳しい世間、間違うことで大人になれる。傷跡だらけも勲章さ。聞こえてくるよ僕たちの胸が。まあ、ちょっと全然違う。愛が勝つ夢が勝つんだ理想を称えよう命削って歌え。下向かない拳上げろ君の味方だよ描き出すんだ。
トゥ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 。なん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 。なーに歌おうかにゃーん。何がいいですか？歌おうと。なんでトリガー記念なの？今日トリガーがなんかなんですか？あ、トリガーから1年。あ、じゃあそれを歌おう。そうなんだ。マジでファンのみんなの子、ファンのみんなの方が知ってるね。本当に知ってんね。なんで知ってんの？ねえ、なんで知ってんの？シャッターが降りるぞ、わーい！わーい！頑張ろう！眩しい太陽を見上げた時、君に会いたくなった。この空が鳥私のアブ、ただの友達。君に勧められた映画の半径で情になんとなく挟んだ。向かいのオウム、君と目が合った。急行電車、二人の赤い糸を切り離す。まるで青い空が綺麗だった日、あの日を忘れてない。目に映るものすべて、これは君を思い作った私だけの青春。あの空が誰かの横顔とか気にしたの、きっとそう。君は何も気づいていない、あの日の空模様は。君にはいつもの空、愛おしい雲を見つけたら誰に教えるのでしょう。シャッターの音が
と1曲いける、あと1曲いけるよ。1曲いけるね。マイボイスいけるんちゃう？いけるよ。したらさ、ツンツンタイム迎えられるんじゃない？みんなで迎えられるんじゃない？どうよ。揺れる通勤電車、いつもの彼見つけて、不意に聴きたくなる曲は誰の歌でしょう。日の当たるテラスでアイスラテ飲みながら、お気に入りイヤホン流す曲は何でしょう。そう、季節変わる瞬間の香り、晴れ上がりの匂いを歌で伝えたいな。ねえ、君の好きな声でいたり、ずっとつまずいた日や踏み出せない日、暗闇から救い出す。ああ、届け遥か彼方、君のもとへ。楽しみだって会いに変えよう、僕の歌で君を作りたい。より優れた才能なんてないけど、誰よりも優しい、そんな僕でいたいんだ。そう、人だって時にはするけど、綺麗な花水あげる人はもっと綺麗に。今誰のこと思って聞いてますか？怒っていたり喜んでたり、どんな君だって寄り添う。ああ、素直に生きたって、君は君だ。作り笑顔はなくてもいい、好きな時に好きなだけなの。きっとこの曲も忘れるでしょう。10年経って夏が明けた、歌って聴いてね。ねえ、君の好きな声でいたい、ずっといたからには約束するよ、もっともっともっと上手くなる。ああ。恋をしたい、大切な日々彩る。ねえ、君の好きな声でいたい、ずっとつまずいた日や踏み出せない日、暗闇から救い出す。ああ、届け遥か彼方、君のもとへ。悲しみがあって力に変える、僕の歌が道しるべに。頂点、それはそう、それはそうなんよな。やばい、やそれはそう。あと何分？you
みんな本当にさ上手じゃない、ツン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 タイムのやつマジで上手だよね。なんでこんな風って口へらが解放されるのかね。なんででしょうかね。あと何分？もうちょっとだね。もうちょっとだね。でさ、祝日？もしかして祝日ですか？え？そうなん？知らんかった。かゆ。まあいいか。かゆ。そうなんだ。私はね、連休ではない。まあでもそっか、ライブか、ライブだったら、うん、いいね。え、ライブもう早くない？そんなもうスペライなの早いね。早すぎ。え、違うよ、全然違うや、全然違かった。あれ、そうだな。え目まぐるしい。え、そうなんだ。3連休、うん、どういうこと。あ、はいはい。え、月曜日が祝日ですか？あ、月曜日が祝日？え、だよね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 。え、平日ライブなの？え、平日がライブなんですか？そうなんだ、知らなかった。あ、大阪は平日多いね。え、でみんな休んできてるってことか。みんな休んできてるんだ。そうなんだ。大丈夫そう。そうだったの、ありがとうね、本当に。それはもう本当にありがとうでござんす。休み勝ち取りましたよ。そうなんだ、ありがとうね、本当に来てくれてありがとう。わー、あと1分だよみんな。でも22秒待たないと。22秒だよ。22分22秒。22秒待ちましょう。
年に1回だからね、年に1回特別。あ、ツンツンの日になりました。あと15秒ぐらい。来る？来るよ。来る、来るよ、来るよ、来るよ。来ましたー！ツンツン！イエーイ！ツン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 。あー、今年も来ましたー！ツンツンスーパードリームが来ました。ハッピーツンツン。イエーイ！みんなモメント行った？みんなモメント行きました？イエーイ、ツンツンタイムだよ。行った？ニャンニャン、モメントニャンニャン行きましたか？ありがとう。 そのボイスもしてくれてるんだろうね。お、お、みんなありがとう。嬉しい、こうやって待機してくれてたんだろうね。ありがとう。すごい、お、ありがとう。すごい、わ、みんなすごいね。おお、わー、じゃあそろそろ終わりたいと思います。みんなありがとうね。明日早起きだから頑張んないと。そのそろそろお風呂入って。じゃあまず今日タワーをくださった方をご紹介しますね。 G が一番最初にねくれたのがおまめちゃんかな。おまめちゃん、おまめちゃんどうもありがとう。タワー、そしてたくや、たくやありがとう。見えないね、全然見えないね。で、首立つ、タツありがとう。そして辻まりちゃん、ありがとう。シホンヌちゃん、ありがとう。タワー皆さん、そしてギフトもありがとうございました。じゃあランキング読んでいきますね。1位がおまめちゃん、2位がシホンヌ、3位が辻まり、4位がタツ、5位がタクヤ、6位がのり、7位がマツケン、8位がワニャエモン、9位がしずてぃ、10位がゆうちゃん、11位がしょういち、12位がおひさまコーヒー、13位がよちよ。はい、どうも皆さんどうもありがとうございました。明日も一緒に頑張ろうね。違うか、明日は祝日なのでお休みの方はお休みしてください。働く方は一緒に頑張りましょう。頑張る、早起き、バイバーイ、おやすみ。今年もツンツンありがとうございました。スーパーツンツンの日、この後サナボイスとかツンツンの日っていうハッシュタグでみんなのこと見て回ろうと思います。ショールームも付き合ってくれてありがとう。じゃあおやすみなさい、みんなよく寝てください。おやすみ、ありがとう、バイバーイ。